注射を打った腕に磁石がくっつくという動画がデマと言われますが本当に根拠がないことでしょうか筋肉注射の場合は注射の成分がより血液に入ります異物が血液に入ると免疫細胞や血液が集まり異物を排除しようとします注射の成分には金属や磁石にひっつくようなものがなくても 血液には鉄分がありますから血液が凝集すると腕に磁石がくっついてもおかしくはありません血液が酸素を運び末梢で切り離すことができるのも血液が磁石の性質を持っているからです酸素と結びついた血液は磁場を帯びないが酸素と結びついてない血液は磁場を帯びます 症状がひどければ血栓を起こし血管が詰まっていたかもしれない現象が腕に磁石がひっついたということかもしれません目に症状が出れば視野の欠損ですし内耳なら聴力の異常平衡感覚の異常が出ます血管ならば動脈の乖離、血液循環不全で 脳脳に症状がが、出れば、梗塞などです。すす。病名は違いいまま同じ現象だと思います発熱が起きるのも体が異物を排除しようとする反応の一つで異物に対する体の反応が大きいか小さいかだけのことです注射を打った腕に磁石がくっつくということはありえるということです。